岩手県道1号線岩手県雫石町と秋田県横手市を結ぶ交通の要衝だ。今日は昨年教えていただいていたカフェを目指してバイクを走らせることとしよう。さてね、ナレーションが始まりましたよ。ナレーションがね、あれお前バイク運転しながら走ってんじゃないのじゃなくてね、走ってんだけど話してんじゃないのと思われた方、そうですよ。僕ね、一個道具忘れたのこの時だからね、カメラにマイクをさせなかったわけでございました。残念でございます。ごめんなさいね。まっすぐに見えてるちっちゃい山、ちっちゃくないよ大きい山ね、焼け石連峰なんですけども、何せ広角レンズなんでね、もうちっちゃくしか映んないの。肉眼ではねすっごい景色でしたよ。もう鳥肌立つくらい、いやーわかんねえよねこの映像じゃね。皆様にねもうお伝えしたいんだけども、行ってください。天気のいい日に行ってください。こうずーっとまっすぐのね気持ちいい道なの。そしてのどかのどか、もうスピード出して走るっていうような道じゃないですからね。まあこのアングルだとちょっと大きめにちょっとだけね見えるかな。雄大だよ。で右に左のこの緑がねとにかく濃いんだよね。ここら辺ね、日本屈指の豪雪地帯なんで、やっぱり雪に揉まれてる分、なんていうかこの緑がね元気なんだね。でこの赤い橋は我が大橋でございます。でこの下は我が川、清流我が川でございましたね。それでね、せっかくなんでちょっと行きかけでカフェに行きかけで U ターンしました。湯本温泉で皆さんに紹介した方がいいかなと思いましたね。 U ターンしたの、湯本温泉のここが入り口でございましてね、まあ古き良き鉄骨造り、鉄骨じゃないコンクリート造りの、まあ、旅館がホテルがね何軒かあるっていうところでございますね。でこの左側にスーパーマーケットの汚染ってあるんですけどもね、結構有名よ岩手県で、格安で有名で、軍艦マーチが流れてくからね面白いよ。ここと北上に1店舗もう1店舗2店舗体制でやってましてね。でわざわざ盛岡から来るってわけにはいかないんだけど、格安だからっつってガソリン代かけると逆に高くなるけどね、雰囲気味わうのはいいですよ。僕バイクだからちょっとね荷物になるから帰んないんですけども、すごくいい雰囲気のスーパーマーケットでございます。よかったら皆さん立ち寄りくださいませ。回し物じゃないですよ。
でこれからね焼け地大公園っていうところにこの吊り橋を渡っていくわけでございます。でこれが和賀川ね、清流の和賀川。この日はね、あの工事のためにちょっと水は少なめだったらしいですね。でこの吊り橋結構揺れるからね、高所恐怖症の方はねちょっとご注意くださいませ。でこれを渡っていきますと、そこはねオートキャンプ場でございます。オートキャンプ場、3000円らしいですね。でここにね11カフェ、この2階にありまして、この造作をねなんか自分たちで仕上げたらしいんでね、なかなかセンスのある方々、カップルで経営されてましたね。早速コーヒーが運ばれてまいりました。結構ね美味しいコーヒーでしたね。あの豆にもこだわってたみたいで、挽き方にもこだわってたみたいなんで、美味しいコーヒーでございました。あの景色もいいしね、あのゆったりと流れる時間の中で飲むコーヒーもいいし、オーナーさんもね気さくな方、それとねオーナーさんのお父さんお母さんはこの近くでちょっと離れたところで宿を経営されてるらしいです。で写真見せていただいたんですけどもね、すごくね雰囲気のある宿、でお父さんがね自分でね DIY やったりとか、ギター弾いたりとか、あと写真が趣味っていうことでね、多分ね僕と性格合うんだな、まあ、いつか行ってみたいなと思う、そんな感じでございました。皆さんもね、よければね、西側がいらした方がいいですよ。僕はねあと2回来ますよ。1回はねかき揚げのお店、もう1回はお蕎麦のお店を教えていただいたんで、あと2回は来ようかなと思っておりました。